現在の核兵器を考える上で大きな課題となっているその第一のものは核拡散と呼ばれるもの。これは新たな核保有国が登場するという変化です。で、1998年インドとパキスタンが核実験を行います。インドはかなり前に核実験を行ったことがありますから、核兵器を保有していることは分かっていた。で、しかしながら随分長い間核実験を行いませんでしたから、このこと自体が衝撃でした。で、しかしながらその後にパキスタンがほとんどすぐに核実験を行ったことは、新たな核保有国の登場として世界に大きな衝撃を与えることになります。で、そしてこの核開発に関わったカーン博士が、核兵器の技術、ウラン濃縮などの技術も他の国とやり取りをしている、言ってみれば核技術の闇のネットワークがカーン博士を中心に作られていることが分かり、このカーンネットワークがさらに他の核保有国の登場を招くのではないかという懸念を呼び起こすことになりました。核の兵器の拡散がもたらす意味は、もちろん新たな核保有国が登場する、核兵器を持つ国が増えるということ自体で問題ですけれども、それだけではありません。新たな核保有国の登場はこれまでの国際関係の安定を崩し、相互不信を高めることによって、それ自体が新たな軍事紛争を招く可能性があるんですね。で、実際インドとパキスタンの関係は核実験の後さらに悪化し、カーギルというところで、それまでのカシミール紛争の中でも最も大規模な抗戦状態が生まれることになってしまった。つまりインド・パキスタンの98年の核実験はカーギル戦争を招いたといった因果関係さえ認めることができるでしょう。新たな核保有国の登場はこれにとどまりませんでした。で、核の開発はリビア、そしてイランなどでも続けられていると考えられておりましたが、その中でも大きなポイントとなったのはやはり北朝鮮です。北朝鮮はもともとミサイル技術についてはかなりの成果を持っており、そのミサイル実験について国連などによる強い非難が行われてまいりました。その北朝鮮が今度はミサイルだけではなくて、2006年に核実験に成功する。で、そして2009年、ちょうどオバマ大統領がプラハで演説を行った後に2回目の核実験を行うことになりました。で、こうしてパキスタンに続いて北朝鮮というまた新たな核保有国が生まれることになったわけですね。で、このような核の拡散に対してどのように取り組むことができるのか。一番極端の方法は軍事力による制裁です。武力によって相手の核開発を思いとどまらせる、あるいは核兵器を開発した国を攻撃してしまう。で、このような武力に頼るような選択は、しかしこれまでに行われたことは少ないだけではなくて、例えばイスラエルによる攻撃がイラクに加えられるなど例外はありますけれども、基本的には武力行使による核不拡散の実現というアプローチは取られていない。被害が大きすぎるからですね。で、そして本来のアプローチはやはり核不拡散体制、 NPT 体制という、条約をもとにした国際的なそのネットワークであり、その NPT 体制のもとで、例えば核の技術などのやり取りとか、あるいは核燃料の生産とかいったものを抑えていく、平和的な目的で、その原子力が使われた場合であっても、そこでプルトニウムが生まれて
そこから原子爆弾が作られる可能性がありますから、そういったことを抑える体制を作っていく。この NPT 体制が本来のやり方なんですけれども、それでは不十分だということをパキスタンの核開発、カンネットワークが示してしまった。で、そして次に出てくる方法は経済制裁になります。で、しかしながら経済制裁によって核の開発を抑えることもなかなか難しい。それは何よりも北朝鮮に対する経済制裁が北朝鮮の核開発を阻止することができなかったことに現れています。で、その中で新たな経済制裁の方法も議論されるようになりました。ちょうど北朝鮮がその核実験を行った2006年、この2006年にイランの核開発に対して国連が決議を行います。で、これは多国間によるその核開発に対する制裁の決議としては極めて独自な新しいものだったんですけれども、それと並んでまたアメリカそして EU がイランに対する経済制裁を発表することになりました。で、このイランの場合には経済制裁が加えられた後、国民生活に大きな打撃があり、で、そして、その打撃に対する反発も一つの原因となって、イランの新しい大統領はそれまでの強硬派の立場を取っていたアフマディネジャドではなくロウハニになります。で、そしてロウハニ大統領が就任いたしますと、常任理事国5カ国とドイツ、この6カ国との協議が進められ、全面的な核開発の禁止ではありませんが、イランの核開発を極度に制限するようなイラン核合意というものが2015年に結ばれることになりました。で、これは核開発を国際的に抑えることに当事国も含めて賛成を得た極めて少ない成果だということができるでしょう。そうは言いながら、このイラン核合意に対してはそれをまとめた国の一つであるアメリカの国内で反発もあり、オバマ政権の後のトランプ大統領はイラン核合意から撤退するという声明を行うことになりました。経済制裁を通じた核の不拡散の試みはまだまだ成果は不十分であると言わなければいけないだろうと思います。アメリカとソ連の冷戦という時代も終わったんだから、もはや核兵器によって安全を脅かせる時代は過去のものとなったという期待はあった。で、その期待は今申し上げたように新たな核保有国の登場、核の拡散とテロによって揺るがされますが、それに加えてもう一つ新たな問題が生まれました。で、それは中国の台頭、さらにロシアの西側諸国との関係の悪化であります。東西冷戦が終わった時代、中国は共産主義体制を維持しながら西側諸国との経済的な結びつきを強めるという方向に動いていった。で、その中国はしかし経済的にも軍事的にも十分に力をつけてきますと、次第に西側諸国との間の軍事的また経済的な対抗を含む政策に変わっていくことになります。で、そして2010年から後になってまいりますと、人民解放軍、中国の軍隊人民解放軍の海外特に外洋部における海軍力の展開が大きな懸念となって、それまで紛争を抱えていたベトナムあるいはフィリピンだけではなく日本との尖閣諸島沖合などでの紛争にもつながることになっていきました。で、中国をめぐる問題は軍事的には必ずしも核戦争の危険という問題ではない。
で中国もアメリカも今核兵器を使って争うという状況に必ずしも存在なっているわけではありません。しかしだからここでは別の問題があります。核戦争が生まれる可能性が比較的少ないとしても通常兵器を使った小規模な戦闘は生まれる可能性がある。軍事的には中国は核兵器について関する限りはアメリカの圧倒的な優位のもとに抑えられているという状況だと考えてもそれほど差し支えありませんが、しかし地域において、例えば南シナ海や東シナ海において武力紛争が発生した場合、それに対抗して例えばアメリカの核兵器を使うといった可能性は決して大きなものではありません。そうなると結局通常兵器を使った戦争が生まれてしまう可能性はある。核兵器は使われなくても通常兵器による戦争が生まれる可能性があるということになります。でそしてその中国を抑え込むためにはむしろ軍事力の役割が大きいのであり、その軍事力の中にはもちろん核兵器も含まれるという西側諸国、これは日本も含む諸国の判断がどうしても登場することになってしまう。結局大国の関係を軍事力による脅しの関係として保っているという状況が続いてしまう限り今の問題はなくなることはありません。でこのような力関係の変化による中国と他の諸国との緊張はそれでも核問題に発展しているわけではない。中国は核兵器を軍縮しているわけではもちろんありませんけれども、しかし核戦争の懸念が高まっているわけではない。でこれがロシアになるとさらに状況は変わってきます。ロシアは特にジョージア、当時グルジアと呼ばれていたところですけれども、との紛争について西側諸国と厳しい対立に陥ることになりました。でそしてこのジョージア紛争をほぼきっかけとして西側諸国との緊張が続いて、でさらに後にはクリミアを住民投票の後でロシアに併合し東ウクライナに兵力を進めるという状況が生まれてしまった。でこの紛争はもちろん核兵器を使った紛争ではありませんけれども、しかしながら東西冷戦が終わった後アメリカとロシアの核兵器の削減を支える、土台の一つとなっていた西側とロシアの安定した関係が揺らいでいたということは指摘せざるを得ないでしょう。でしかもロシアの場合には通常兵器が老朽化しているためもあって核兵器に対する依存はさらに高いものとなっています。でこのように核の拡散、テロ、でそして中国、ロシアとの関係の変化というものを見てまいりますと、大国の安定した関係に基づいた核兵器の削減という、目標の実現がどんどん困難になっている。むしろ大国の関係が緊張を増し、中国とあるいはロシアとの関係が緊張を増す中で、このような緊張が核兵器に頼る平和に逆戻りすることにならないようにどうしたらいいのかという新たな課題を生み出しているということもできるだろうと思います。ですから東西冷戦が終わった後核兵器の廃絶のために大きな機会を手にしたはずの世界は結果的には現在の大国関係の動揺もあってその目的を実現することがむしろ困難になっているとさえ言うことができるかもしれません。オバマ大統領がプラハの演説でも強く訴えていたのは核の拡散を止めなければいけない、核の不拡散ということを、彼は強く呼びかけたというふうに、記憶しているんですけれども、この不拡散問題との関係で核兵器の拡散をどう食い止めていくのかということを考える上で、一つターゲットになったのはイラン問題ですね。でこうイランについての、核兵器の、不拡散の試み、
国連の試みとかですね、それについて少しお話をいただけますでしょうかね。イランの核の活動というものが原子力の平和利用の問題であるのか、それとも核拡散、核兵器を作ろうとしているのかということについて明確に区別することが難しかったということだったと思います。これはその今の核不拡散体制の非常に大きな問題でもあるわけですけれども、これをそのまあ6カ国とそれからイランの間の交渉で解決に持っていったと。で、多少曖昧なところは残してはありますけれども、まあ、とにかくイランの核をめぐる活動というのが軍事的に転用が非常に困難であるという形で決着を見たというのは、これはオバマ外交の非常に大きな成果だったのではないかなというふうに思います。こういう核不拡散という問題については核問題だけを捉えて進むのは非常に難しいですね。やっぱり全体的な環境雰囲気を改善する中で進めないとですね、なかなか厳しいものだと思いますね。で、そしてもう一つ考えておかなくちゃいけないのが、国家ではない主体と核兵器の関係で、これはアメリカがずっと訴えてきたことですけれども、テロリストが核兵器を手にしたらどうなるんだという、この核セキュリティの問題、非国家主体の核セキュリティの問題について先生どのようにお考えでしょうか。おそらく今核兵器を作る場合にどれくらい技術的に困難かということを考えた場合、そのあまりその技術的な障壁というのは高くなくなってきているのではないかという懸念が多分共有されていると思うんです。で、おそらく一番大変なのは核分裂性物質、つまりウランとかプルトニウムをいかに入手するかという点だと思うので、今その核セキュリティという問題で今重視されているのはそうした核分裂性物質へのアクセスをいかに困難にしていくかということだと思うんですね。で、これがそのアクセスが可能になってしまった場合には、まあ、テロリスト集団あるいはもう個人の犯罪者であってもおそらくその核兵器を作ることができるんじゃないかと、それくらい その懸念というのは政策担当者多くの国の人たちが持っているんじゃないかと。だからこそ、オバマ大統領は核セキュリティサミットを始めて、でその中で多くの国々が、首脳レベルでこの動きにコミットしてきたということなんではないかなというふうに思います。で、そしてやはり注意しなければいけないのは、実際に核の拡散が起こっちゃった事例、最近のものでは何よりも北朝鮮の核開発で、核兵器を開発している疑いは前から持たれていて、さまざまなその制裁が加えられていて、しかし結局核兵器は開発して核実験も行ってしまった。で、これはまさに拡散の阻止に失敗した事例だろうと思うんですけれども、何ができたんでしょう。やるべきだったんだけれどもできなかったことって何だったんでしょうね。それは一つはですね、もちろん NPT 条約というのがあって、それに参加した国は核兵器を持ちませんと約束しているんですけども、北朝鮮は結局密かに陰で作っておいて、できそうになってきた時に僕はやめたって言って条約抜けちゃったんですね。そうですね。そうすると実はそれを止める手立てがないんですね。で、これはそれは安全保障理事会に報告するとこうなってます。で、期待としては安全保障理事会がそれを止める措置を取ってくれるということが期待されてたんですけども、なかなかこれも常任理事国が5カ国が拒否権を持つという組織で、なかなかそんな迅速に動かない。そうこうする間に北がどんどん朝鮮が進んじゃったということなんでですね、本当に最後の最後核不拡散を止めるためには安全保障理事会が国と国の個別の利益を超えて世界のために不拡散は許さないんだという固い意志を持って行動することが大事なんですね。だからそこまで行ってないということじゃないでしょうか。うん、北朝鮮が核実験を6回もして、はい、しかもミサイルも持っているということで韓国、日本、アメリカもですね、その脅威にさらされると。当然ながらこれは最後は核抑止力で抑止するしかないという状況に今あるわけですが、そこで北朝鮮にやめてくださいと言ってやってて、理想的には北朝鮮が分かりましたと、それじゃあ核兵器自分たちやめますと、で同時にそれがあるからには北朝鮮に対して間違っても核兵器は使わないでくださいと、あるいは使うという脅しはそもそもしないでくださいと、これやらないとこれは公平に見てもディール取引は成り立たないわけです。それをやると、さらに北朝鮮はその分韓国も日本も核の傘にいる必要ないわけだから、
適用しないということもちゃんと約束してくださいとこう言ってますね。ここはですから日本としてもここは考えなきゃいけないところなんです。本当に北朝鮮が核兵器を全部やめて本当に持ってないことが確認されたらば、日本は少なくとも北朝鮮に関しては核の傘はいらないはずですね。そこまでちゃんと日本は考えなきゃいけないと思いますね。でそういった中でその北東アジアの国際関係、秋山先生どうお考えでしょう。残念ながら核兵器への依存というのは軍事戦略というよりは特に政治的に依存が増えてきているということは、まあ我々認めざるを得ないのかなという気がします。それは核兵器を保有する国が核兵器というものの存在そのものを背景として、まあ軍事的非軍事的さまざまな手段を通じて現状をステータスクを変えようとしているということなんではないかなと。これはその残念ながら東アジアにおいても、例えば中国の南シナ海における行動というのは、これは南シナ海における海洋の秩序のステータスクを変えようとしているんじゃないかという見方が広がりつつあって、でこうしたものもその中国の核兵器はその中でどのような役割を果たすのかということを考えざるを得ないということも、まあ一部戦略家の中では議論がなされていると。でですからやはりこれはその核兵器という問題を単独で扱うというよりは、まあ中国を含め、まあ、あるいはアメリカ日本も含めた東アジアの戦略環境をより好転させていくために包括的なその信頼醸成を進めていくということが大事なんじゃないかなというふうに思います。